私立旧品インシェアボーンは、サウスウェストイングランドのドーセット州北西にある、マーケットタウン県教区である。ヨービルの東6マイルのブラックモアダニの周縁部に位置し、洋側ーーに接する。ロンドンとペンザンスをつなぐ、A30 幹線道路が街を通っている。2011年イギリス人口調査では、シェアボーン教区と2つの選挙区の人口は9523人だった。 また、人口の28.7%が65歳以上である。シェアボーンの歴史的建造物として、シェアボーン、アビー、マナーハウス、インデペンデントスクール、二つの城がある。シェアボーン、アビーや中世から、ジョージ王朝時代の多くのものを含む、この町の大部分の建築物は独特な黄土色のハムストーンで建てられている。また、シェアボーン駅がある。ドゥームズデイブックによれば、 シェアボーンはアングロサクソン人により、清流という意味のシアバーンと名付けられた。シェアボーンはイングランドのアングロサクソン人が建てた七王国の一つであるウェセックスの首都であり、アルフレッド大王の兄であるエゼルベルト王とエゼルボールド王がシェアボーン・アビーに埋葬されている。705年、教区がシェアボーンとウィンチェスターとに分割され、イネオが シェアボーンの初代司教である聖エアルドヘルムのために大修道院を建設した。993年、シェアボーンにいてアゼルスタン王は年に一度諸聖人の日に聖エを唱え王に祈りを捧げることを条件としてシャフツベリー大修道院の修道所に土地を与えた。1075年、司教座がオールドサラムへ移され、シェアボーンの教会は ベネディクト会の総院となった。15世紀に、教会は、シェアボーン議会と総院とが、緊張状態にある中で全焼し、1425年から1504年の間に、ノルマイ建築の移行とともに再建された。1539年、総院は、ジョン法事委に買い取られ、監修的な教会となった。シェアボーンは、数世紀にわたり、 多数の同盟の教会の中心地となった。コンジット12世紀、ロジャー・オブ・ソールズベリー、ソールズベリー主教、イングランド大法官がシェアボーンに要塞を建設した。1645年、要塞はトーマス・フェアファクスによって破壊され、要塞跡はイングリッシュヘリテージの所有物となっている。1594年、ウォルター・ローリーは古い宮殿のあった土地に、 エリザベス様式の邸宅を建てたが、この建築物は今ではシェアボーン城として知られている。シェアボーンはクリストファー・レベット船長の居住地となった。彼はヨークシャー出身でサマセット州のウッドワード陛下としてウェストイングランドへ来ていた。彼は海軍大佐へ転校し、ニューイングランドの探検家の先駆けとなってからもシェアボーンに泊まった。イギリス国会では シェアボーンは西道セット議会選挙区に含まれており、この選挙区からは近年では保守党のオリバー・レッドウィーンが選出されている。また、地方政府は最上層にドーセット州議会、第2層に西道セット軍議会、最下層にシェアボーン町議会で構成されている。国政選挙と軍議会選挙では、西道セットは24個の選挙区に分けられ、 シェアボーンはそのうちの二つの選挙区を持つ。西シェアボーンと東シェアボーンである。衆議会選挙では、同セットは42個の選挙区に分けられ、シェアボーンは二つの選挙区を持ち、シェアボーン選挙区を形成している。シェアボーンには、アルフレッド大王の時代から、彼自身がそこで教育を受けた学校がある。五百五十年、その学校は、キングエドワードグラマースクールとして、 古い大衆動員の建物を利用して再設立されたが、現在では単にシェアボーンスクールとして知られている。シェアボーンスクールはイギリスでトップクラスのインデペンデントスクールの一つであり、アラン・チューリング、ジェレミー・アイアンズ、クリス・マーティン、ジョン・ルカレ、ジョン・クーパー・ボーイスを含む功績のある多数の同窓生を輩出している。また、1992年までは、 ホスターズスクールフォーボーイズとロードディックビーズスクール、フォーガールズの2校のグラマースクールがあった。両校は合併し、新しくグリフォンスクールという名称の学校となった。その他の定評ある学校として、シェアボーン、アビープライマリースクール、シェアボーンプレパラトリースクール、シェアボーンガールズルイストンスクールがある。また、 シェアボーンインターナショナルは外国人留学生を受け入れている。シェアボーンハウスシェアボーンのその他の著名な歴史的建造物として1438年に設立され中世の建築様式と見分けがつかないほどの技術でビクトリア町の間に増築されたセイントジョンザ・バプティストジョンジエヴァンゲリスト私立級品員がある。また、用水路、セジュリアンホスピス、今では シェアボーンハウスとして知られているロードでビッグビー、スクールがある。ジェームス・ソン・ヒルによる壁画で有名なシェアボーンハウスは2004年に BBC の番組レストレーションの対象となり2008年に同セット衆議会によって土地開発業者のレッドクリフ・ホームズへ300万ポンドで売却された。その改修工事には今にも外れそうなリアウォールの改築も含まれていた。 シェアボーンには、その地域の様々な環境問題や、持続可能な社会に取り組む団体のある、活発なグリーンコミュニティが存在する。町の北端に位置するクオアローカルネーチャーリザーブは、かつての採石場とゴミ処理場を活用し、シェアボーンエリアパートナーシップは、環境フォーラムを監督している。また、2009年、シェアボーンは、気候変動や石油ピークからの回復を目指す。 コミュニティとして様々な計画や行事を企画するトランジションタウンの正式な一員となった。長年、シェアボーンは年に一度10月10日後の最初の月曜日にパックマンデーフェアというストリートフェアを開催している。元来は農業の祭りであったが今では屋台、余興、ショーといったもので盛り上がっている。シェアボーンにはノンリーグのサッカークラブである シェアボーンタウン FC とクリケットクラブとラグビークラブがある。シェアボーンは EU 各地の24都市で構成する姉妹都市連合であるダウズラーグの設立時からのメンバーである。この姉妹都市活動は1991年に始まり、お互いの国からの物産市場や祭りといった定期的な行事が開催されている。今後、新たに3都市、思フィア ロカ、トリアブナについてメンバーに加える議論が行われている。トロントのシェアボーンストリートとシェアボーン TTC 地下鉄駅はアッパーカナダの政治家でトロント市民であるトーマスリットアウトの生誕地がシェアボーンであったためこの街にちなんで名付けられた。ピット・リバーズ、マイケル、1968ドセット、ロンドン、フェイバー Fever, The 1985 AA Illustrated Guide to the Towns and Villages of Britain. ありがとうございます。